小野田官郎、小野田官郎、小野田博大正11年、1922年3月19日、平成26年、2014年1月16日は、日本の陸軍軍人、実業家。最終階級は、予備陸軍将尉、旧成海南中学校、久留米第一陸軍予備士官学校、陸軍中野学校二股分校卒。情報将校として、 太平洋戦争に従軍死遊撃戦、ゲリラ戦を展開、第二次世界大戦終結から29年の時を経て、フィリピンルバング島から日本へ帰還を果たした。大正11年、和歌山県海藻群亀、河村、現、海南市にて、父、種次郎、県議会議員、母、玉江、教師の間に、おのだけの4、男として生まれる。 旧制海南中学校時代は、剣道選手として活躍。中学校卒業後は、民間の貿易会社、田島博之に就職し、中華民国の観光支店勤務となり、中国語を習得。なお、長兄、年尾は、東京帝国大学医学部、陸軍軍医学校卒の軍医将校、終戦時最終階級陸軍軍医中佐。時計、角老は、東京帝国大学、 陸軍経理学校卒の経理将校、最終階級陸軍主系大員で、弟、茂尾は後に、陸軍士官学校、陸軍内学校に入校し、航空部隊関係の陛下将校、最終階級陸軍将尉となっている。上海の障子会社で働いていた1942年12月、満20歳のため徴兵検査、長母王家本籍のある、 和歌山府標第61連隊、東時同連隊は戦地に動員中のため、その留守部隊に、現役兵たる陸軍に当兵として入営。同時に留守部隊をもとに編成された、府標第218連隊に転属、同連隊にて在営中に、公私幹部候補生、予備役将校を、要請を志願しこれに、合格、1944年1月に、 クルメ第一陸軍予備士官学校へ入校する。卒業後、中国語や英語が堪能だったことから選抜され、同年9月に陸軍中野学校二股文庫を入校。二股文庫は主に遊撃戦の教育を行っており、当時の教科書には隠密行動や潜伏の要領、野修動作などの方法が記され、後に小野田はそれを忠実に実行することになる。また、 死んでいるお習の恥ずかしめを受けずとする、先人君の教えとは異なり、中野学校の一番の目的とするところは、最後の一人になっても戦え、玉砕してはならず、捕虜になっても死んではいけないとるもので、主力の撤退後も、任務を全うするよう教え込まれ、反撃に備え敵陣内で重宝を行う、残地庁舎となるよう叩き込まれた。約三ヶ月間特訓を受け、対抗命令を受領。 中野学校は軍歴を残さない目卒業ではなく、対抗を使用。11月に事実上の卒業後、見習い士官、陸軍総長を経て、予備陸軍将尉に任官。同年12月、フィリピン防衛戦を担当する第14方面軍情報部付けとなり、残地庁舎及び遊撃式の任務を与えられ、フィリピンに派遣。当地では、第14方面軍霊下の、 第八師団三謀ぶつけ、配属となっており、その師団長、横山静織陸軍中将から、玉砕は、一切まかりならぬ。三年でも、五年でも頑張れ。必ず迎えに行く。それまで兵隊が一人でも残っている間は、ヤシの実をかじってでもその兵隊を使って頑張ってくれ。いいか、重ねて言うが、玉砕は、絶対に許さん。わかったな、と、日本軍の先人君を、 全否定する訓示を受けている。派遣にあたり、高級司令部が持っている情報は全て教えられ、日本が占領された後も連合国軍と戦い続けるとの計画であった。なお派遣前、母親からは敵の捕虜となる恐れがある時には、この担当で立派な最後を遂げてくださいと言われ、担当を渡された。この担当は、日本帰国後、実家に帰った際に母親に返している。 同月三十一日、フィリピンのルバング島に着任。秘密飛行場の警備に当たった。日本兵は住民の家を拠点にしていた。着任後は長期自給体制の準備に努めるが、島内の日本軍の一部の隊には引き上げ命令が出ていたため戦意が低いことと、小野田には指揮権がないため相手にされず、1 9 4五年二月十八日のアメリカ軍約一個大隊上陸後、 日本陸軍の各隊は、アメリカ海軍艦艇の艦砲射撃の大火力に、撃破され、オノダは、ルバング島の山間部に逃げ込んだ。オノダは、遊軍来園児の情報提供を行うため、部下と共に、遊撃戦を展開した。ルバング島は、フィリピンの首都であるマニラに位置するマニラ湾の出入り口に、あり、この付近からマニラを母港とする連合国軍艦船。 航空機の状況が一目でわかるため、戦略的に極めて重要な島であった。1945年8月を過ぎても、任務解除の命令が届かなかったため、赤津雄一陸軍一等兵、1949年9月、逃亡1950年6月投降、島田小一陸軍五九1954年5月7日、射殺され戦死、 小塚金七陸軍上等、兵、1972年10月19日同じく、射殺され戦士と共に戦闘を継続し、ルバング島が再び、日本軍の制圧下に戻った時のために密林にこもり、情報収集や、情報活動を続ける決意をする。日本では1945年9月に、戦士広報を出されたが、1950年に、赤津が投降したことで、 オノダら三人の残留日本兵が存在することが判明する。フィリピンは戦後間もなくアメリカの植民地支配からの独立を果たしたものの、両国の協定により、アメリカ軍はフィリピン国内に留まることとなった。これをアメリカ軍によるフィリピン支配の継続、またフィリピン政府をアメリカの外来政権と解釈したオノダはその後も、自給戦により、 在日アメリカ軍に挑み続け、島内にあったアメリカ軍、レーダーサイトへの襲撃や狙撃、格乱攻撃を繰り返し、合計百数十回もの戦闘を展開した。広島市立大学、永井人志教授により発掘された資料によると、1974年5月に、厚生省援護局職員が行った、帰国直後の小野田への秘密裏の聞き取り調査で、小野田が戦争が、 まだ継続しており、ルバング島前島が日本軍の占領地だという認識を持っていたため、侵入してくる者に対しては個人であろうと住民らの連帯責任であるとの考えに基づき報復のため、部落への攻撃を加えていたこと明らかになった。小野ダラが潜伏していたジャングルの近隣のブロール部落の住民が何回となく捜索に来ることがあったので、野衆をかけ、 銃撃や放火などを行った。オノダらは山賊と呼ばれ住民らに恐れられ、住民らはヤシの実を取りに行くこともできなくなった。占領は日本軍の最上陸に備えるためであった。1949年、昭和二十四年頃には皆、野生の食事にも慣れ海岸の岩間にできた塩を年に、一二章を採集し、自生するヤシの実を拾い、肉類は牛を月に二頭くらいと殺した。 牛は、島内の住民の大切な財産である農耕牛で、あったが、小野田の主張では野生牛で、乾燥肉にもした。これにより、良質の動物性タンパク質とビタミン、ミネラルを効率よく摂取していたとされる。使用した武器は99式単章銃、38式、不標銃、軍刀等であり、その他放火戦術も用いた。この際、弾薬の不足分は、 党内に遺棄された戦闘機用の 7.7X58SR 機関銃弾、薬莢がセミリムド型で交換の必要あり U99 式実報の薬莢に移し替えて使用していた。30年間継続した戦闘行為によってフィリピン警察軍、民間人、在非アメリカ軍の兵士を30人以上殺傷したとされる。ただし、アメリカ軍司令官や 兵士の殺傷に関してアメリカ側にはそのような出来事は記録されておらず実際に殺傷したのは武器を持たない現地住民が大半であったこのことは後に日本とフィリピン政府との間で保証問題へと発展した手に入れたトランジスタラジオを改造して短波受信機を作りアメリカ軍基地の倉庫から奪取した金属製ワイヤーをアンテナに使って独自で 世界情勢を判断しつつ、友軍来園に備えた。また、口述する創作隊が残した日本の新聞や雑誌で、当時の日本の情勢についても、かなりの情報を得ていた。創作隊はおそらく現在の情勢を知らずに、オノラが戦闘を継続していると考え、あえて新聞や雑誌を残していったのだが、皇太子制婚の様子を伝える新聞のカラー写真や、 1964年の東京オリンピック東欧海道新幹線開業等の記事によって、小野田は日本が繁栄していることは知っていた。士官教育を受けた小野田は、その日本はアメリカの傀儡政権であり、満州国に亡命政権があると考えていた。また小野田は投稿を呼びかけられていても、二股文庫での教育を思い出し、終戦を疑問であり、敵対放送に過ぎないと思っていた。 また朝鮮戦争へ向かうアメリカ軍機を見かけると、当初の予定通り亡命政権の反撃が開始され、フィリピン国内のアメリカ軍基地からベトナム戦争へ向かうアメリカ軍機を見かけると、いよいよアメリカは日本に追い詰められたと信じた。このように小野田にもたらされた断片的な情報と、戦前所属した情報機関での作戦行動予定との間に矛盾が起きなかったために、 三十年間も戦い続ける結果となった。末期には短波ラジオで日系ラジオ社の中央競馬実況中継を聞き、小塚と掛けをするのが唯一の娯楽であった。だがそんな小野田も長年の戦闘と小塚金七死亡後の孤独により疲労を深めていった。百七十四年に一連の創作活動に触発された鈴木のりがルバング島を訪れ、 2月20日にジャングルで孤独に苛まれていた小野田との接触に成功する。鈴木は日本が敗北した歴史や現代の状況を説明して帰国を促し、小野田も直属の上官の命令解除があれば任務を離れることを了承する。この際、鈴木は小野田の写真を撮影した。3月9日にかつての上官である谷口義美元陸軍少佐から 文母文による山下智之陸軍大将1 4 h a 司令官名の勝負集団戦命令と降達による参謀部別班命令下記で任務解除帰国命令が下る。翌3月10日にかけ、小野田は谷口元少佐にフィリピンの最新レーダー基地等の報告をする。小野田はフィリピン軍基地に着くとフィリピン軍司令官に軍刀を渡し、 幸福意志を示した。この時、オノダは処刑される覚悟だったと言われる。フィリピン軍司令官は、一旦受け取った軍刀をそのままオノダに返した。司令官は、オノダを、軍隊における忠誠の見本と評した。オノダのマラカニアン宮殿で行われた投降式には、マルコス大統領も出席し、武装解除された。その際、マルコス大統領は、オノダを、 立派な軍人と評している。小野田は終戦後に住民の物資を奪い、殺傷して生活していたとすれば、フィリピン刑法の処罰対象になる。小野田は終戦を信じられずに戦闘行為を継続していたと主張し、日本の外務省の力添えもあって、フィリピン政府は刑罰対象者の小野田を御社した。この時に交わされた外交文書によれば、 日比良政府による国費交渉の中で、小野田ら元日本兵により多数の住民が殺傷されたことが問題視され、フィリピンの世論を納得させるためにも何だかの対が必要とされたという。フィリピンに対する戦後賠償自体は1956年の日費賠償協定によって解決済みとされていたが、小野田によるフィリピン民間人殺傷と略奪のほとんどは、 中戦以降に発生したのであり、反日世論が高まることへの懸念から、日本政府は、フィリピン側に対し、見舞い金という形で3億円を拠出する方針を決定した。こうして、小野田にとっての太平洋戦争が終わり、1974年、昭和49年3月12日に、日本の羽田空港へ帰国を果たした。帰国の際に、天皇陛下万歳を叫んだことや、 現地軍との銃撃戦によって多数の軍人や住民が死傷した出来事が明らかになったこと、フィリピン政府当局の政治判断により、オノダへの訴追は行われなかった、また本当に日本の敗戦を知らなかったのかという疑問が高まるにつれて、マスコミからは軍人精神のゴン軍国主義の亡霊といった批判も受けた。オノダに対し、日本国政府は 未舞金として100万円を贈呈するが、大野田は拒否する。拒否するも未舞金を渡されたので、大野田は未舞金と、方々から寄せられた、義援金のすべてを、靖国神社に寄付している。昭和天皇との越見も断り、万が一、天皇が謝罪するようなことを避けるため、新宿区の国立病院医療センターに入院後、小野田は先頭で亡くなった島田と小塚の墓を、賛している。 小野田のフィリピンでの功労は、二の八木の国際空工房にある、フィリピン空軍博物館に、小野田が、フィリピン空軍将軍宛に書いた手紙とともに、展示ケースにて展示されている。また、1996年、平成8年には、かつて活動していた、ルバング島に、フィリピン空軍の兵士護衛のもと、裁縫を果たしている。同じく長期残留日本兵として2年前に帰国し、 驚くほど早く戦後の日本に適応した横井正一と異なり、小野田の場合は父親との不仲や一部マスコミの虚偽報道もあり、戦前と大きく価値観が変貌した日本社会になじめなかった。横井との対談が何度か企画されたが、実現しなかった。理由は、横井が天皇から対与された兵器である銃剣を穴掘り道具に使った子を聞き、 小野田が横井との対談を拒否していたからだという。帰国当初は大きな話題になったため、マスコミに付け回され、一挙手一投足を過剰取材の対象にされて苦しんだ。ヘリコプターがゲリラ戦時の敵軍航空機と重なって悩まされた時期もあったという。帰国の半年後に時系のいるブラジルに移住して、小野田牧場を経営することを決意。 日本帰国後に結婚した妻の町枝と共に、ブラジルへ移住し、10年を経て、牧場経営を成功させた。その後、凶悪な少年犯罪が多発する現代日本社会に、心を痛めたとして、祖国のため健全な日本人を育成したいと、サバイバル塾、小野田自然塾を主催、1984年7月。2010年7月当時、 東京都中央区佃在住だった。愛媛県議会議員、森高康幸をはじめとして、政界とも交流を持つ。妻、町江は2006年、安在愛子の公認として、日本会議の女性組織、日本女性の会の会長に就任した。保守系の活動家でもあり、日本を守る、国民会議、日本会議代表委員等を歴任。 社団法人日本緑十字社理事にも就任した。慰安婦問題の審議に対しては、日本の責任を否定する立場であり、2007年7月13日に、米国大使館に手渡された、米会員121号決議全面撤回を求める、チャンネル桜主導の抗議書には夫婦揃って、賛同している。また、田も上論文問題で更迭された、田も上俊夫元航空幕僚長を支持する、 多モ神論文と自衛官の名誉を考える会には、発起人として、妻と共に名を連ねている。2009年5月15日には、小野田博士郎の日本への遺言と題した講演を2時間に渡っていった。その後も講演活動を続けていたが、2014年1月16日、肺炎のため、東京都中央区の病院で死去した。戦時中に自身が体験した人間が持つ、 潜在的な能力にも触れている。本当に命をかけなければいけないと必死になった瞬間、頭が数倍の大きさに膨らむ感覚と同時に、五感に襲われ身震いし、直後、頭が元の大きさに戻ったと感じると、あたりが急に明るく鮮明に見えるようになったという。夕闇が迫っているのに、まるで昼間のような明るさになりました。そして、遠くに見える。 この葉の表面に浮かぶ一つ一つの脈まではっきり認識することができました。そうなると、遥か先にいる敵兵の動きも手に取るようにわかります。それこそ、相手が射撃をする直前にさっと身をかわして、銃弾を避けることさえできると思いました。命をかける場面が命をかけなくても大丈夫だという自信に変わった瞬間だったという。また、 月刊秘伝2004年7月号でのインタビューでは、直進するものは物理的に見えるんですよ。中略まっすぐ自分の方に伸びてくるんだから見えます。中略撃たれた時は火を吹いている重口から見えた。中略相手の月を避けられるのだから避けられますよ。と語っている。自身の著書である、小野田官郎、我がルバング島の三十年戦争でも、銃弾は、 飛んでくるとき青白い先行を放つから、それを避ければいいと語っている、相気道の海祖である、上芝森平も、満州で馬族の襲撃を受けた際に、同様の体験をしたと語っている。小野田の手記、我がルワング島の三十年戦争、道長は津田信が代筆したところもあると、津田信が主張。1974年のゴーストライターであった作家の津田信は、幻想の英雄。 小野田将尉との3ヶ月、1977年において、小野田を強く批判している。小野田が島民を30人以上殺害したと証言していたこと、その中には正当化できない殺人があったと思わることなどを述べ、小野田は戦争の終結を承知しており、残地任務など存在せず、1974年に至るまで密林を出なかったのは、堅い事な性格に加え、 島民の復讐を恐れたことが原因であると主している。サーチナによると2009年にオノ田の話が中華人民共和国のウェブサイト、法王網歴史総合ページで紹介されると、真の軍人だ。この兵士の精神を全世界が学ぶべきだ。大和民族は恐るべ民族。同時に尊敬すべき民族などの称賛する書き込みがあり、肯定的に評価する投稿の方が、 若干多かった。2014年の小野田死去に際し、ニューヨークタイムズは戦後の繁栄と物質主義の中で日本人の多くが喪失していると感じていた誇りを喚起した彼の孤独な苦境は世界の多くの人々にとって意味のないものだったかもしれないが、日本人には義務と忍耐の尊さについて知らしめたとし、小野田が1974年3月に 当時のフィリピンのマルコス大統領に投稿の印として軍刀を手渡した時の光景を多くの者にとっては格式のある古い侍のようだったと形容し論評した。また、ワシントンポストも彼は戦争が引き起こした破壊的状況から経済大国へと移行する国家にとって骨董のような存在になっていた忍耐、標準、犠牲といった 戦前の価値を体現した人物だったとし、多くの軍人は、処刑への恐怖から、潜伏生活を続けたが、小野田は任務に忠実であり続けたがゆえに、多くの人々の心を揺さぶった論評した。イギリスのプログレッシブロックバンド、キャメルが1981年にヌード、砲台、ヌードの物語ミスター王の期間という、コンセプトアルバムを発表している。赤津祐一。 赤津裕一生没年負傷は、ルバング島守備隊生き残りの少数分散戦特時に、途中で小野田グループと合流した日本兵。東京都出身。諸説では1949年9月にグループを離脱し1950年6月にアメリカ軍に投降した1950年の戦闘での負傷で、グループと離れ意識不明のところを6月にアメリカ軍に発見されたとされる。 最終階級は一等兵。翌1951年帰国し、小野田、島田、小塚の生存を政府に伝えたと言われる。生没年等詳しいことは不明であるが、若市地工事の著作によれば、結婚して日本で生活しているとの記述があり、1980年代、中盤時点では存命であった。島田正一。 島田昭一1913年から1954年5月7日は、ルバング島守備隊生き残りの少数分散戦伏時に、小野田グループにいた日本兵。埼玉県小川町出身。1954年5月7日に起きた、フィリピン警察軍との銃撃戦で未見を撃ち抜かれ、死亡。去年41、最終階級は5丁。 2005年8月13日にフジテレビ系列で放送されたドラマ実録小野田翔唯遅すぎた期間では柳葉敏夫友情出演が彼の役を演じた小塚金七、小塚金七、1 9 2 1年から1972年10月19日はルバング島守備隊生き残りの少数分散潜伏時に小野田グループにいた日本兵 1921年、東京都八王子市に生まれる。1936年に、八王子神情高等小学校、現、八王子市立第七小学校を卒業後、農業に従事。1939年に、八王子高期青年学校に入学し、その後王将。1944年6月11日、この F 表第一連隊に入隊し、同年7月に、 フィリピンに派兵され、独立不評第359大隊に編入。終戦したことを知らずに戦闘を続け、日本政府による捜査も発見できずに、1947年と1959年に死亡通知が出された。1972年10月19日に起きた、フィリピン警察軍との銃撃戦で肩を撃たれて38式不評銃を落とし、さらに胸を撃たれて倒れる。 小野田は小塚の銃で5発、自身が持つ99式短小銃で4発、内警察軍の撃を抑え、倒れた小塚を揺さぶるもその時には白身を向いて、口から血を流しておりすでに死亡していた。去年51、最終階級は上等兵。小塚の死に対し小野田は復讐心が高まった。目の前で30年もの戦友を殺された時の悔しさなんてものはないと。 後年怒りを込めて述べている。小塚の三十八式不標準は、小野田が日本帰還後に小塚の両親に渡したと言われている。また、手元には1959年に厚生省が現地で巻いた投稿韓国ビラが残されてあったと言われる。同年十一月四日に八王子市民葬が取り行われた。母親には手紙を渡していたと言われ、 息子の死に際して、母親は、人生わずか50年、その半数を、異国の島ルバングの山野に人も入らぬジャングルに27年、祖国のためとご方向の無なしく、昭和47年10月19日、命と共に、昭へうせる悲しき最後、あまりにも愛我です。と主記を残した。2005年8月13日にフジテレビ系列で、 放送されたドラマ、実録、小野田少尉遅すぎた期間では、西島秀俊が彼の役を演じた。また彼のことは、若市工事の著書、最後の戦死者陸軍一等兵、小塚金、川出処防新者、1986年7月に、詳しく書かれている。小野田は、自らの抑留経験をもとに、健全な人間形成と、自然。 社会との共存を図るために、これからを担う子どもたちに自然教育の必要性を重んじ、1984年からキャンプ生活を通しての教育活動、小田自然塾を開校し、全国各地で子どもたちに対する自然教育の推進を行った。1989年、資材を投じて自然塾を主催する財団法人小野田自然塾を設立した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。